いや疲れたねマジで今日一日。意外と疲れたぞ。朝5時起きだ、あ、違う5時起きじゃないよ、4時起きだよ。3時半だよ。リアスは3時半か。そっからずっと起きててね、沖縄行って。なんか長かったよ、長かった今回のフライトが。めっちゃ長かった。3時間以上乗ってたよね、普通にね。いやでも、意地でも、もう今日は沖縄回ったろうと思って、できる限り回ったんだけど、ね、疲れた。これ、今からって何なの？今からって俺見たことないんだけど。なんか、あれ、なんか沖縄限定とかじゃなくて、ドンキシリーズのやつ。絶対うまいじゃん、これ。納豆じゃん。そうだよ。え、山長って何？地名？長芋これ。長芋とろろとかそういう感じで。あ、とろろ。ちょっといただきますね。さあさあ、うん、安定の味がする。ガパオライスは食いたいわ。本場のアメリカンビレッジとかでも食べられるんだよね。あ、そうだね。うん、食べながらこう将来の話みたいなしようかなと思ってて。将来？そう。だからなんかいろんなとこに住みたいねっていう話よくしてるじゃん。うん。でそこをさ、なんかさ、沖縄もさ正直候補の一つではあったけどさ、まあ、リゾート感強いけど住むってなったらどうなのかなとかさ、旅行は楽しいけど不便なところはあるとかさ、多分結構あると思うからさ。あるよね。てか電車がさ、うん、途中までしかないじゃん、モノレール。あー、電車通ってないんか。電車あったら結構最高だけど、上までないじゃん。確かに、だから車がないと生活ができないみたいなね。あ、でも。でもただね、その、うんうん、この時期あったかいっていうのは強いよね。うんうん、びっくりした、こんなあったかいで。だって12月でさ、半袖半ズボンの人めちゃくちゃいたよね。小学生も。そう、小学生半袖半ズボンで登校してたからね。びっくりした。うん、サトウキビ畑の間をねなんかさ、かわいい、隣のトトロみたいなさ、うんうん、感じじゃなかった。なんかすごい絵になる。めちゃくちゃ絵になる。そういうところはいいなと思ったよね。うん、なんか時間が遅く感じ。うん、どこがいいからね、マジで。でも決めてるのは、家は絶対に買わないっていうところ。買わん。なんか、うん、飽き性だからね、ずっとそこにいるって無理じゃね。うん、いろんなとこ行きたい、うん、無理だね、うん、今の考えで言うとね、いろんなとこに行きたい。確かに、行ける範囲の時だけは。そうそうそう、だから子供いるいないはさ結構関係してくると思うね。マジで本当に来年とかは旅行とかしまくって、なんかそのいい土地とかをさ、知りたいっていうかさ。俺行ったことないところめちゃくちゃ多いから、リアルに関東からほぼ出たことないの。関西は大阪。関西はね、1回だけしか行ったことない、修学旅行で。あ、行ったんだ。そう、そのレベルも。関西の時どこ行ったの？京都。京都と大阪、中学生の時。おー、だから今までその旅行とかしてこなかったからさ、うんうん、今になってなんかその旅行欲がしてこなかったじゃん。全然。大学生の時何した思いが逆に醍醐味旅行じゃない？バイトしてた。じゃあ大学生の時にね、うん、俺車買ったんだよ。あ、うん、でそれの車の部品とかなんかいろいろその買いたいから、いじりたい。そう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 、それで頑張ってバイトしてたっていう。あ、どこが行きたい今一番？九州。九州？え、もう次旅行行くとしたら絶対九州とか。でももう本当ケツの方から攻めてみたい。全部行ってみたいね。うん、全部行きたいんだけど、本当九州攻めて、次四国攻めて、関西攻めて。うんうん。でそこからまあ関東はもういいから飛ばして、うんね、北海道行って、うんうん、青森とか山形とか。ごめん、これ全部食べようとしてた。あ、ドンタコスの味がする、うんうん、今の人たちってさ、うんうん、家買う派なんかな、買わない派なんかな。俺的にさ、買わない派が多いんじゃないかなと思うんだけどね。周りの友達とかも。いや、あ、今現代の現代の若者って言ったっけ。一般的に見て、あ、可愛い人が多いと思うね。うん、だから結婚するのさえもう必要性ないって感じてる人多いからさ、うん、お金かかるからって。確かに。って言ったらさ、なおさら、うん、家なんて買わなくね。でも買わんでいいかな、私は。俺も買わないでいいかな。その意見が合うっていうのは結構でかいと思う、うん、いいいい、うん、マイホームが夢っていう人も。俺絶対夢じゃないんすよ。俺や。結構女性の方が多いと思う。え、そうなの？うん、多くない？マイホーム欲しいっていう。いや、わかんない。そうなのかな。いや、女性は憧れるよ。憧れ、うん、
憧れるんですか。でも前も欲しいと思ってた。なんかお庭を整理してとか絶対せんけど。ヘイデイじゃん。ヘイデイやったらいいじゃん。てかマジで本当にこういう感じ良くないですか。これねセットして思ったよね、こういう家いいなっていう。オーク材、いやでもやっぱ高いよね。オーク材高い。いいか。ちょっと次住む家はね、明るいこういうのしよう。そう、あの家具とか一式変えちゃおうかなと思って、うん、皆さんにもね二重アグができてきたんですよ。いや嬉しいよこの二重アグ。ジーマミドって、え何これ沖縄なの。うん沖縄トロンなんだろう、もちもちのようなトロンのような、なんかよく表現式や。ちょっといただきます。俺初めて食べるかも。めざ好きでしょ。うん好き。豆腐じゃなくねこれ。うん豆腐じゃない。豆腐だと思って食べちゃダメだねこれね。美味しいと思うこれ。私これ大好き。うん、あこれね後からどんどん癖になってくる。うまいわ。うんうん。ってことで、あの結論は将来旅に出ようってことでいいですかね。ええ旅したい。マジで旅したい。それが今の2人の目標でもある。うんうん2人のねやりたいこと。うん、あー足がちびれて全然してきた。ちなみにお気づきでしょうか。え皆さんはすっぴんなんですよ。何今あの化粧した後ね、うん、洗顔するとね綺麗になるよ。あ肌がなんかねなんか映える。あ肌が何普通のすっぴんより化粧した後の洗顔の方が映えるすっぴんになる。そうそうそう映える。なんでだろう。これ俺海ぶどうってさこれどういうふうに食うの。醤油かけてとかサラダと一緒にあえてとか。もっとプチプチしてたような気がするんだけどな。こんなんだっけ。むちゃくちゃしょっぱいんだけど気のせいかな。これなんか水で洗わないとダメなのこれ。水で洗うのダメ？あ、洗おうって言ったんだ。しょっぱ。海水食ってるみたいんだけど。水洗いじゃんっていうかね。いやだ。これ無理かもこれ。これあれだな。また寝る前に食べるようだな。今日はさすがにあのもう疲れたんで。この後お風呂入ってすぐ。寝てまた明日2日目。そうね、明日はそうやって早寝よ。はい、備えて早く寝たいと思います。お疲れ様でした。